続きまして公立諏訪東京理科大学工学部教授渡辺康之様による発表です。タイトルは光合成に必要な光を透過する農業ハウス用途の波長選択型有機太陽電池の開発です。それでは渡辺様よろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。今日はですねこのようなタイトルでお話をさせていただきたいと思うんですが、まず最初に今日このような機会を作っていただいた関係者の皆様、それから昨日からですね準備をしていただいているスタッフの皆様、さらに今日暑い中会場にお越しの皆様ありがとうございます。タイトルはですね、光合成に必要な光を透過する農業ハウスを作ってですねそれをさらに発電するよといったお話だと思います。で今日はですね研究代表者の大阪大学の家先生の方が大学院の受験試験があるということで代わりに私の方がお話しさせていただきます。まずこの技術の主役になりますが、有機物で作った太陽電池と言われるものです。通称OSC と言われているものです。特徴はですねそこに書いてありますように、非常に軽いということ、それからフレッシブル、曲げても大丈夫、それからデザイン性、いろんな色をつけることができる、しかも光を通すができるということで、いろんなシチュエーションで今までに太陽電池がなかったような場所にも設置ができるといった特徴になっております。でこの太陽電池なんですけれども、ここ10年ぐらいですごく変換効率上がっておりまして、それはですね活性層の材料と書いてありますが発電層です。発電層の材料革新とともに発電効率がここ特にここ5年ぐらいですかね、特に非常に上がってきております。今論文ベースでいきますと 20%、通常よく使われているようなシリコン系の太陽電池にも匹敵するようなものが出てきているといったことになります。じゃあそれをですねどういったものに役立てようかということでいろいろ考えたわけですけれども、この未来社会創造とプロジェクトの中で一つキーワードになってくるのはおそらくの背景といたしましてエネルギー安全保障、それから食料安全保障かと思います。他にもございますけれどもね。で特にですね、エネルギー問題、昨今非常にガソリンも高い、燃料が高いという時代になっております。でさらにですねこの前の発表にありましたけれども、食料不足、温暖化で食料不足といったところが今懸念されております。でこれをですね、どうやって解決するかということになるわけですけれども、農業ハウス、農業の分野に着目をいたしまして、とにかく農業で結構化石燃料というのは結構使われておりますので、そこの部分を使うのではなくて作ると、化石燃料を作るというのはエネルギーを作りながら食料も生産しようといったことです。でかつですね、その作ってくる作物の収穫量を上げたりですとか、あと味ですね、ブランディングです、いちごですと糖度を高くするとかですね、トマトだったらば美味しいトマトを作るとか、そういった社会の解決に向けて技術革新を起こそうといったモチベーションでやっております。でこの分野とよく似たもの、従来技術といたしましては、そこにスライドで写真でありますけれども、営農型発電、ソーラーシェアリングと言われているものがあります。これは農地に支柱を立てて太陽光パネルを、隙間を空けて設置をしていくといった技術です。でこれを否定するというわけじゃないんですが、そこでの課題ですね、写真家からも伺えるかと思いますが、影が出てきてしまうということがありますので、作物に必要な光が注がれないエリアが出てきてしまうと、そうしますと従来の収穫量が得られないですとか、あとは遮光率が逆にですね高くても育つような作物を選んでいくとかですね、そういったことをですね、あと品種やっぱ限られてしまうと、作物も限られてしまうといったような課題があります。で実際ですね、現場の方々の声も聞いているアンケートがあるんですが、そもそも、やっぱり影ができてしまうというのが気になってしまうと、あとそもそもわざわざですね農地に支柱を立てて太陽光パネルを設置しなくてもいいんじゃないかという声も聞こえております。で我々が考えておりますのは、こういった昆虫で書かせていただきますけれども、作物の上に太陽電池を設置しますというよりは、既存の施設園芸あるいはビニールハウス、すでにですね、
作物を作るための何らかの施設の上にですね、太陽電池を載せていこうといったものです。でその時に光合成に必要な光、これはよくですね、室内で栽培する場合はLED でいきますと赤と青と言われておりますけれども、逆にその赤と青は今度通してあげると、なるべく通してあげる。でかつ、あまり光合成に寄与できない、寄与されていない、まあ、緑あるいは紫外線、赤外線の部分を発電に使おうといったコンセプトです。まあ、ですので同じ土地で、同じ面積でですね、発電とそれから作物栽培が完全に独立、両立できるといった技術を目指しております。で実際はですね、まあ他にも既存の太陽電池といたしましてはシリコンというのがあります。よく屋根に乗っかっているようなやつですね。であれですとやっぱ重いというのがあります。であとはもう一つ最近騒がれていますのは排気がやっぱり困難といったことがありますので、そういったこともあります。あとペロブスカイトの太陽電池というのは騒がれておりますけれども、そういったのの、多くの場合は鉛を含んでおりますので、やはり環境的なことで考えていくとなかなか課題があるだろうと思われます。でそういうこともありまして、我々の実目指すべきところはですね、全部読みませんけれども、これ SDGs の目標になっているいくつかの目標に今寄与できるというものです。まあ、山あるいは田舎で地方ですね、地方創生に限らずですね、都市農業といったところにも寄与できるのではないかと考えております。でどんな工夫をするのかというのが、これは阪大の家先生のグループで中心に行われていることですけれども、従来の太陽電池の場合はこの上のスライドにございますように、いろんな光のエネルギーを使って発電をしております。ところが、まあ、我々のコンセプトはそのエネルギーをですね、ある選択性を持たせて、まあ、そこでいくと赤と青の光を通して緑だけを吸収するようなエネルギーの特性を持った太陽電池発電材料で実現していこうといったものになります。でこのコンセプトで実際、まあ合成というか材料を作っていくわけですけれども、そこの真ん中にあるグラフがですね、これ横軸が光の波長、縦軸がその時に吸収を表しています。でそれぞれクロロフィル、これは葉っぱの緑の吸収体ですけれども、赤の領域と青の領域があると。でそこは太陽電池設計する場合は外していこうとですね、まあ、真ん中の P3HT と書かれておりますけれども、そこのエリアを中心に発電をしていこうと。でこの P3HT はすでにですね、大量合成されているものですので、非常に安価に入手ができるものです。で我々のコンセプトは、そのドナーといわれるものではなくてですね、新しいアクセプターといわれている材料を合成することで、新しいですね、太陽電池を安く作っていこうといったコンセプトで考えております。で発電特性ですけれども、こちらはですね、今先ほどのスライドでありました新しい材料2つの発電特性と、それが真ん中に波長選択性、緑の光を中心にどのぐらいに発電を寄与しているのかという、まあ、EQE というちょっと専門的になりますけれども、発電特性の波長選択性を表しております。でこの上にある SNTZ というものは、まあ、より波長選択性があって発電効率も上がっているよといったところが今成果として上がっているところです。で実際はですね、今日は展示会の方に持ってきておりますけれども、今モジュールというのを作りまして、30センチ×1メートル幅の太陽電池を実際作ってですね、実証研究を進めております。で果たしてですね、この通してきた光が光合成に対して作物栽培に対してどのぐらいいいのか悪いのかといった評価もですね、始めておりまして、これは私の研究室でやっていることなんですけれども、この写真にあるのは光合成の測定器と言われているものです。世界標準器と言われているものでして、まあ、実際葉っぱをですね、上下から挟みます。でその中挟んで、条件としてはそこの面積とか、あとは温度とか湿度とかですね、まあ、いろんなものを固定をして変えていくのは光の強度ということになります。まあ、ですので実際太陽電池がある場合の光と太陽電池がない場合の光で比較をしていこうといったことになります。で実際ですね、今ですね、この太陽電池の、この光の特性が左側、それから光合成の特性が右側に出ております。でコントロールと言われているのは光を直に当てた場合、太陽電池に当ててない場合の特性になっております。でそれぞれ緑と赤がですね、太陽電池を通した時の特性になっています。
で今右の方のグラフを見ていただいているかと思うんですが、横軸がこれ光の強度になっております。光の強さです。で縦軸がこの時の CO2 の固定量、まあ、光合成の速度と言われているもので、まあ、単位面積あたり単位時間にどのぐらいの CO2 を吸収しているのかといったグラフになります。でこれ見ていただくと、まあ、コントロール何もないものに比べてですね、緑の方はだいたい6割7割ぐらいで、一番下にあるのは従来私の方の研究室で使っていた材料の組み合わせです。まあ、です比較すべきは下の材料で、赤い材料の赤のピース電子と PCB に比べて我々が合成した材料が光合成速度が上がってきているといった成果が言われております。で実際にはですね、こういったこれ器東京理科大学のガラス温室の中でこういった太陽電池を貼って栽培の今実証研究をしているといったことをやっております。であとですね、緑色光波長選択型の新しい材料アクセプターの開発状況ですけれども、さらにまた効率のいいものが最近出てきておりまして、 FNTZFA と言われているものです。これは緑色光の波長選択性、それから発電特性もかなりのところまで今上がってきております。でこれもですね、太陽電池、まあ、我々作るときは電池で作って本当に1センチ角ぐらいの太陽電池からラボレベルで作っていくわけですが、これをまあ100平方センチ 10×10 のセンチの太陽電池、それから20センチ ×20 センチの太陽電池と、まあ、だんだん面積を大きくしていこうといったことを今しております。でこの波長選択型の、まあ、太陽電池ですね、この未来社会創造のこのプロジェクトの中の、まあ、中心的な課題になっておりますけれども、倫理的、それから社会的、法的課題、それぞれ廃棄の問題、それから太陽電池の反射光の問題ですとか、また、あ、実際、まあ、今までとは違った太陽の光というか、太陽ある特定の光を吸収させた光で、作物を作ることになりますので、そういったものの影響とかですね、まあ、いろんなものをでビッグデータとして取り入れながら解決を目指そうといったことをしております。あとはこの目指すべき社会の道筋ですけれども、とりあえず今考えてますのは低環境負荷の太陽電池を作ろうということです。捨てるときもあんまり環境に負荷を与えないもの、それから食料の自給率、それから競争力、まあ、栄養価の高いものを作っていこう、あとは農業を基盤とした新しい産業ですね、スマート農業を中心としたようなそういった産業を作っていこうといった試みで今進めております。で今その実装化に向けて、実用化に向けて課題なんですが、大きく言うと3つ課題がございます。有機半導体の材料開発、これ大きな面積を作るときにやはりスケールアップをしなきゃいけないんですが、今大学を中心にやっておりますので、そういったことを得意とするような企業様、それから今度は太陽電池を作るモジュール化するときの印刷技術を使ってモジュールをすることを得意とする企業の方、またそれ実証にまた協力していただけるような方を今募集しておりますので、何かご縁がありましたらお声掛けいただければと思います。で今日ですね、それに関連するブースもですね展示しておりますので、そこに書かれた C の8、それから C の11の方で実際太陽電池を展示しておりますので、見ていただければと思います。で以上で発表は終わりですが、何か問い合わせがありましたらば、阪大の三権の戦略室の加藤様の方にお問い合わせいただければと思います。で今日の資料はですね、多少何部か用意しておりますので、ブースの方にお越しいただければと思います。以上で発表を終わります。ありがとうございました。